残るは1人です。ナタリア・ゴデュンコ、ウクライナ。8人目の選手が登場してきました。この大会ロープの金メダリスト、ウクライナのゴデュンコ。日本投げをして、高さも十分にありました。いいですね。フィジニカル、このスピード感が大きな武器です。これも高い。さあもう我慢して決めてきました。はい、胴を水平に倒す高い難度です。3回回りました。足で上げて、危なかったが取りました。我慢しました。ウクライナのゴデュンコ。さあベラセシナの 17.175、 メダル圏内に入るには 16.800 以上が必要です。まあ、それでも非常にパワフルなスピード感のある演技でしたね。さあ最後にこのゴデュンコ、はい、リズミカルでとても勢いがありましたし、これですね、足の甲に乗せて、はい、背面で投げました。はい、そしてこの最後のところもですね、ジャンプをしながら2本投げです。取りました。こうスピード感があって、まあ、大きな動きプラス細かな動きも見せてくれますよね。そうですね。これはピボットユニットはちょっと足が下がったように思います。危なかったです ね、 ですね。さあメダル圏内に入るためには 16.800 以上が必要です。現在トップはロシアのベラセシナ。さあゴデュンコ 16.825、 3位に飛び込んできました。ゴデュンコ銅メダル。